孫権は医療に劉備を下し、五色は再び同盟を結ぶこととなった。これにより天下は再び五色と葬儀での天下二分の様相となる。孫吾は揚州の戦線に専念、義と一進一退の攻防を繰り広げた。その後数年が過ぎ、軍を整えた曹丕が満を持して南征を開始。大都督曹休を中心とした精鋭を孫吾との戦線に投入してきた。情勢は次第に葬儀へと傾き、孫吾の将兵は疲弊。中には義へと投降する者まで現れ始めた。この危機を打開すべく、孫吾の将周芳は孫権に騎兵を奏上する。孫権はこれを採用すると、実地の指揮を陸遜に一任した。周泰、梁騰、丁峰らの武人たちも騎兵をなすべく奮い立つ。乾坤一擲、石庭の地を舞台に孫吾の大芝居が幕を上げる。陸白猿、全力で戦いましょう。殿、伝令から砲が入りました。周芳の投降、早急を欺けたとのことです。しかし周芳のやつ、偽りの投降で義の都督早急をおびき出す。これで敵の陣は崩れたも同然です。あとは全軍で敵を駆逐します。私と周芳とで書き上げました。何やら孫吾が滅ぶ理由を列記したらしいな。どのような理由か私にも聞かせてくれ。いえ、あれはただの方便です。ほう、さあ。リクソン、指示はお前に任せよう。周芳殿には敵を誘導していただきます。そのためにまず敵を侵入させなくては。城の南側の拠点を落としましょう。敵はそれを奪回すべく前進するはずです。敵の不得意な振り返り、大胆な策だね。バレなきゃいいけど、どうなる。周芳殿は義所にて見事早急を欺かれた。策を成功させるため我らも奮戦せねば。策を成功させるには耐えることが重要だ。周泰殿、敵の移動を辛抱強く持ちましょう。伝令、敵の本体が到来した模様。こちらへ向かって進軍中です。五軍が動いたか。ならば我らも撃って出るぞ。我々の動きに敵が反応しましたね。これより策の実行に移ります。周芳殿が計略地点まで敵を誘導します。我々は撤退を装い、敵の油断を支えましょう。早急殿、今こそ孫を追い込む時。さあ、まず南の敵拠点を制圧しましょうぞ。はい。
ったな、早急。我ら孫悟の闘志に焼かれるがいい。なんと、これは計だと。俺、周鳳。貴様、たまかりよったな。うん、策は見事なったようだな。周鳳、大儀であった。今こそ闘技の帰京はなり、早急率いる義軍は石庭から後退した。勝負の孫悟、その気風と実力は大国である葬儀とも互角。いずれ義と私有を決する時が来ると呉の誰もが確信していた。これを受け建業ではある提案がなされる。皇帝即位、宗妃は漢の帝から禅譲を受け、劉備は破食で食漢の帝を合した。それらから遅れること数年、孫権も帝たるべしとの声が上がる。しかし孫権は熟考する。帝とは何か、武門孫家のあるべき姿は、そして自分とは。受け継いだ三代の志が、天下への思いが心に形を成していく。そして若き虎は決意する。私は迷っていた。大志を抱き天下を目指しながら、それでも迷い続けていた。武門たる孫家は官室の刃であるべきではないのかと、帝を名乗るなどすべきではないと。ですが宗妃は官室から禅譲を受けました。もはや使えるべき官室はありません。劉備もそのこの劉禅も食漢の帝を戦勝しましたしね。まあ今となっては孫悟の進化ですが。帝とは何なのだろうな。今ここに至って私が名乗るべき意味はあるのだろうか。帝となり天下を制すれば天下万民が仰ぎ見る。帝となる理由はそれで十分ではないでしょうか。ほう、わかりやすいようにか。そう考えるとなるほどと思えるな。孫権様、お立場がどうなろうとも、私は孫権様のおそばにいるだけです。きっと皆も。よし、もはや迷うまい。今よりこの孫中坊は御邸を合する。皆我が天下のため一層奮戦してくれ。
石邸の地で義軍を退け、御帝の座へとついた孫権。一方魏では、敗走した曹休に代わり満朝が太呉の戦線に着任。呉への圧力を強めるため、合肥の地に新たな城塞を築く。石邸での戦いから5年後、孫権はこの城塞の攻略を決意。蜀の諸葛亮の北伐と連動し、孫吾の軍を合肥へと進めた。五漢の衰退に始まった群雄割拠の時代にも収束の時が近づく。高頭に立ち、父や兄の志を継いでかける若き虎孫権。そして父曹操の後を継ぎ、大国魏を動かす覇道の後継曹丕。勝つのはどちらか、時代を開く真の英雄はどちらか。決戦の息を燃やし、合肥新城に猛将たちが集う。孫権、陸遜、周泰、廉氏が今孫吾の天下へとひた走る。孫忠謀、この天下を新たなものとせん。この私に牙を立てる。虎の名は伊達ではなかった。そうと、私は虎を継ぐ男、貴様を喰らい天下へと進むのだ。思い上がるな。この城は合肥ごとくれてやる。だが、ここからが始まりだ。何？くっ、まだこれほどの。引くぞ。え？はあ、そうおっしゃるなら。あがき、傷つき続けるがいい。それでも食らいついてきたならば、トラよ、乱世の果てでまた会おう。義はまだはるかに強大なのだな。この城一つ戯れに捨てられるほど。だが、虎は賭ける。託され、繋いできた大志ある限り。戦い続けよう。野心と戦乱の耐えるその時まで。孫権は全力を持って軍を進め、合肥新城に魏軍を打ち破った。これを受け、魏軍の主力は揚州から撤退。孫吾の将士は平定された揚州の地に時の声を上げる。しかし、曹魏にとってそれはわずかな傷に過ぎなかった。強大な曹魏、孫吾の前に立ちはだかるその壁は未だ高く厚い。あと幾度の勝利を重ねれば、その命運を立てるのか。戦乱の日々は続き、その先にある時代は姿を見せない。しかし孫権は確信する。孫吾の将兵らの知遇は必ずや葬儀を打ち破れると。父と兄に託された志は必ずや天下へとたどり着けると。虎は駆ける。ただひたすらに未来へと向かって。行け。
今です。始めるか。代を重ね、志をつなぎ、託されし思いを胸にここまで来た。今ここに全てを成し遂げる。進め、高き虎たちよ。その総我で丹精を断つのだ。